こんにちは、キャミンです。今回はドイツ中戦車イヒャクについて説明したいと思います。この車両の特徴としては、硬い装甲と強い手法を持つ、最も重戦車っぽい戦車ですね。代わりに車体がデカすぎて、弱点が丸見えです。うまくできるかどうか、お試しの運用が大事です。いわゆる角度の問題ですね。自分が使うとき、一番の角度はこれだと思う。だいたい45度ぐらいですね。E100 の側面は結構走行がありますから、弱点を隠すさえできれば45度以内なら OK です。あとは砲塔ですね。これ正面は結構柔らかいですから、リロード時間に角度をつけなければなりませんので、だいたい車体と同じ角度ですね。はい、1戦目はミデルの戦場ですね。E100 は普通に課金弾運用ですが、場合によって他の弾も必要なんです。3の側面は空間走行ですね。ですから課金弾使ってもノーダメの場合が多いです、はい、ですから次は普通の弾でいきたいと思うんですが、貫通できなかった。なんということでしょう。あ、セブン来ましたね。角度を使ったら、まあ弾くんですね。はい、その通り、側面の底は結構硬いですね。こうやって移動する間に敵の動きを注意する。あ、向こうの SD1 がこっち狙ってますね。少し砲塔が回って、セブン撃ちましたから、そのまま撃って、あと角度を使って弾くんですね。まあうまく使えばこうやってノダメで進めるんですと言っても貫通されました。まあ E100 の角度使いはあんまり難しいではないから、普段やると真剣にやればきっとうまくなれるはず。はい、今回ダメージはまあまあですが、なんか勉強になるポイントがたくさんありますね。はい、ご視聴ありがとうございました。